まずは辛めですね。ただまあね、もうヒロさん慣れたお客さんですからね、準備もみでもね、道具を使ってぼちぼち痛いですけどね、うん、まだ慣れてない方はね、普通に指の関節で揉んでますね。確かにいきなり道具って最近あんまり見た覚えがないですね。まあ足つぼ自体が初めてっていう方が多かったもん。まあね、慣れた常連のお客さんだったらですね、準備でもね、普通に道具使いますよ。あとはとにかくね、頭を空にしてね、体に身を任せる。腕。で、まあ、ヒロさん的には、圧レベルの高みを目指すことで良かったです。そうですね。高みを目指す。いつも高みを目指して。そうですね。向上心がね。はい、できます。なんか本当ね、この店のお客さんで唯一ね、将来的にはカニカニハサミちゃんを出たいっていうね、公言している。目指してますね。マジっすか。みんな遠慮そうなんですけどね。そんなダメ、出しちゃダメですよ。絵面だけでも恐怖。これ準備もミスか。いやいや、もう結構始まってますね。ここのところだけだ。いただだ。指切れ。準備もと本番の中間ぐらいの位置ですね。指は苦手だ。指は苦手なんですよね。ヒロさんレベルだったらね、この鉛筆で刺してたり、やだだ。正しい反応だと思いますね。まあね。どうする？いっすいっす。今のがレベル9ですね。鉛筆で刺せると。下がりますもんね、カニカニまで。とにかく力を。この痛い足も、うん、の目的はね、リラックスが目的です。はあ、これでリラックスですか。うん、そうそうそう。解放してね。うん、脱力と。すごい。言われるんですけどね、心が優しいみたいですよ。みんなに言われます、常連のお客さん。いつも痛いと、うん、回ってると、うん、一番実は緊張してる。そうなんでしょうね。まあそうかもしれません。そこは結構認めた方がいいような気がします。で、
で、この緊張を緩めるのにね、そのヒロさんよくねじれるんですけど、ねじ、体がねじれる人をねじって緩めようとするんですけど、そういう人はみんな勝ち負けにこだわります。ヒロさんは非常に勝ち気な方です。負けず嫌いですね。そうですね。と、あともう一つね、こう、普通のあの前後の貧乏ゆすりがよく出ます、ね、あ、とにかく前に進みたいとかいう欲求の方です。前、うん。とにかく前に進めて、人と競って勝てれば気分がいいって。そういうのはね、出るんですよ。その、持ってるものが大きいものが。感受性の方向性があるんですね。で、大いに出してもらう、その方向性を。めきめき。いやぁ、やばい。痛い痛い痛い。鉄板焼き店とかないんですか？すごい近くっすよ。今日食べに行きます、ね、いや、今日行けないですけど、行けないんですけど。あから歩いて1、2分ですね。2分ぐらい。なんか知らんかったです。ナフコの前です。痛い痛い痛い。すいません。空気読まないですよ。そのタイミングで行きますか？完全に不意打ち。やだー。痛い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 。ヒロさんが ね、うちの店の一作であるね、坂本さんを紹介してくれた人っていうのは紹介しといた方がいいですかね。まあ、先輩も知り合い、うん、子供とは、はい、ね、話振るの忘れてましたけど、10万回再生ですよ。うん、そうっすね。めちゃめちゃ出にくいなと思って、ありがたいことですね。いいだから、あ、うん、あ、いいうわ、まあね、ヒロさんレベルだったらかかと丸が4本差ですね。4本差。鉛筆。縦に出る人の特徴として、ね、背中もね、反らしがちなんです。とにかく前後の動きに特徴がありますね。とにかく前に進みたいと、前進すると気分がいいと。あとね、人と競って勝てれば気分がいいと。この2つ、ね、前に進むこととですね、人と競って勝つことが満たされてたら、ヒロさんは気分よく暮らせる。そういうタイプです。割と分かりやすいですね。まあそういう感受性の方向性がね、この無意識の運動、ストレスと向き合った時のその緊張の緩め方をで分かると。うん。まあそんなことばっかり見てます。痛い痛い痛い。剥がれる剥がれる。剥がれる痛い痛い。剥がれる。痛い痛い。痛い楽にね、
段暗いじゃないですか、うん、暗くてしかも椅子ないんで、うん、その刺さる瞬間が見えないんで、うん、まあまだ分かんないですけど、うん、見えてると怖いっすね。あ、見えてると怖いっすか。怖いっすね。あ、来る。あ、そうなのかな。自分見えてない方が怖いと思ってたんですよ。見えないから怖いっていう人逆ですね。あ、もうそれ持たれてもう今刺すとぐらいの来るで、いや、目閉じればいいんじゃないですか。まあ、閉じてますけどね。痛い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 。マジいつも売りたい。うん、なんか見ないわれますよ、うん、まあ、いつもはこんなに気合い入れてないっていうことなんですかね。力入って、やだ、痛い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 、あっ、自然に伸ばす。はい、ですね。いいだと思います。ちょっと。いたいた。いたいたね。痛い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 。ああ。ああ。ああ。やだだいぶなんか気持ちの差が出てる。あ、どうですか。怖い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 や、ありますよ。そうだね、割と言われます。ヒロさんは、これ受けて、これ初めてじゃないかって思いました。これをこう、何回か常連のお客さんに言われるんです。このそのアプローチ初めてじゃない。それどころじゃない。よいしょ。はい。で、まだ。
痛い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 、しっかりと添いとこうかな、だと思ってました。あ、でも冷えがね、折れましたし、とどめといきますね。うん、これです。ガーだ。これね、カニカニハサミちゃんに挑みたいものとしてね、3本ラインぐらい。脱力ね。ああ、なんかかっこいいですね。さあ、
絵になってます。あ、そうですね。なんかね、ダンサーのね、パフォーマンスとしてありそうですね。全く踊れないですけどね。自然とそうなってますね。だっ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 はいはいはい。ああ。まだね、ふくらはぎ痛がるからなんですよ。まだ修行が足りないです。まだ。修行が足りないです。まあまだリラクゼーションになってない。修行が足りないです。まだ位置付け的にはね、中級者レベルです。あ、マジですか。中の上ぐらい。はいはいね、慣れた方だ。あ、ちょ。ここはみんな痛がっとる。されたし、はい。でもまあ足もいい色になってますけど、ビフォーアフター的な感じ。もう分かりやすくいい色になってないですか？赤みを帯びてますね。こっちまだちょっと黄色い、赤みを。そうですね。分かりやすいね、あの結果が出て。ポカポカ高いこちらも白っぽいというか、どうですか、ね、全然違う、うん、あー怖っ、うん、でもヒロさんあんまり汗もかかないですね。ベタベタですけどね。あ、背中ベタベタなんだ。痛い。
あらー、痛い痛い痛い。大概ね、苦手とか痛いとかね、もうやめてとか言うとね、もう一回やります。あ、わかりました。もう言わない。もう一回やる。あはははは。痛い痛い痛い。おかわり。そう。お父さん、おかわりしてるよ。無理ですよ。あ仮にもうちょっと長くやってくださいって言ったらどうなるんですか。いやー、私やめるかもしれませんし、そのまま続行するかもしれませんね。私の気分次第です。もっともっと。追い込まれてそれ言えますかね。見たことないですね。多分その言葉を言われたらもっと強くするっていうのが多分、あ、うん、そうすると思いますね。まだ余裕があるんだ。まだ余裕があるなという感じ。あだ、た、うん、あだ、いだ、いった、いった、いだ、いだ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 、いだ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 、あだ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 。リラックス、はい、どうすんの。あーだいだいだいだもうダメだ、刺されるんだ、うん、あ、みんなダメです。あのナンバーワンの人逃げんすもんね、刺されて。あー、あの人すっげーなって。あの人は超人ですよ。本当にすごいなと思ってたんだけど、あの人ね、ちょっと本当に漫画の世界の方ですね。すっげーと。でもあれね、持って生まれたものですからね、真似できないですよ。ちょっと厳しいなと思いましたね。まあ、刺されても微動だにしないですもん。そうそうそう、ニコニコしますからね。と思って。あまり冷たいもんですからね、ちょっと丁寧にやってみて。冷たいと、あ、その老廃物が溜まって、血流が悪いってことですか。そうそうそう、末端まで血が巡ってないから。じゃあまあ、コリコリ、シャリシャリするものありますし、はいはい、それをね、細かく砕いて、ね、亡き者にしようと。亡き者、そうそう、老廃物をね。あ、はい、指はなくならない。いろいろ語弊がありました。痛い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 。ガラ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 肩の力を抜いて。ね、あとは体の自然に身を任せて。うわぁ、だぁだぁくっだぁ。うわぁだぁ。くぁ。治った。ああ。ああ。うん。よっ、ああ、ああ、あったまってきました。
どうしたって行った行って、うん、目的もなく刺してますね。まあとにかくね、エネルギー発散してもらえばね、古いエネルギーを取り出せば新しいエネルギーが入ってくる。目的はそれですかね。ね、気の循環を良くする。痛い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 
痛い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 肩の屍のように。あ、そうですね。あ、死んでしまったかも。やだ。はい。痛い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 入ったもう痛いさあやだやだもうやだ痛い痛い必要な老いがああきつい、うん、でも力抜けてますそうですか、うん、はいしよしよしでいいだ
膝まで。ああ、そうだ。はい、痛い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 
はいだ。美味しくご飯食べて寝ると、まあ、いいですね。手術を受けた後はね、触れるだけで痛い。神経が過敏になる。ありがとうございました。